人生書き色のエンジョイゲームタイム。はいどうも、人生書き色です。俺たちと PS1 と40代プレイということですね。今回プレイするソフトはアランドラになります。よろしくお願いいたします。それでは続きをやっていきましょう。ゲームスタート。今度こっから行くか。多分あとここだけと思うんですよね、行けてないのがね。ちゃんとここはもう関係ないですから。火の鳥多いな。よし。まだいるの？先にやっとこう。やっとかないとやべえ。よし。うわ、すげえ減ってる。やべ。なんかないかな。これは簡単でしょ、多分。これは結局こいつを。重ねていきゃ確実でしょ。これこう、よし、いけた。それよりもちょっと体力がね、回復アイテムがないんです。よし、そろそろボスとかではないの。まだ違うのか。これどういけばいいの？あ！この像があるってことは、火の酒？七つの、え？こいつを七箇所ってことってたのか？要はこれを7つやりゃいいんでしょ？そういうふうに見えるけど、こういうこと、閉めるルート間違えたら終わりってことかな、もしかして。あれ、これけど順番をミスったら本当無理難題じゃねえの。これ多分ここ最後になるようにしなきゃダメだな、おそらくこれ。ということは最初に行くのはやっぱここ、最初はこれじゃないな。最初こそあそこじゃねえか。ここじゃないか、最初こそ。多分。三。
4。5。そうそう。あれ違う？積んだ。象が関係ねえんだったら、じゃあ全部ともしてここに行ってみるか。それしかねえな。こうやって。ここはやっても大丈夫だから。ここまで行けんでしょ。ここまで、ここに来るやつあるだから。いた。ここに行って。で、これで、これで、で、ここに行って、で、ここ行ってどうなる？ダメか、やっぱり。お、やったか！おお！戦った。封印がオッケー、これで。あ、本当だ。これでじゃあ祝福してくれるんか。くれる？何もくれねえのかよ。くれるのかと思ったよ。もう厳しいんだけどこれ今。またこれか。多分これ使うんだろう絶対。違えた、こっちだね、こっちだ。これ絶対パーンってやって、パーンってやったら俺だろ多分。うん、ここじゃないですか結局これ。うんねえこれ簡単じゃん。なにこれ、またか、またこれか。怖いわこれ。やべ、体力がねえ。え、いやそんなことよりももうないんですが。これ何これ、ん、あ、上か。
あーこういうやつね。はいはい。んー、どういう順番だろうこれ。こうかな。あれ違う。あれなんでだ。あれこれそういうもんじゃねえのこれ。違うの。なんか向こうにもあるの同じようなとこ。うん。パッと見完全にそれっぽいんだけどな。これそういうもんじゃないのかこれって。どっちでもけどこれ以上動かせないもんなこれ。なんだこれ。これ右も一緒なのかな。右も一緒か。順番かなんかあんのかこれ。あ、止まった。ここでいいのか。あ、高さか、これ。足りなかったの。なるほどな。そしたらけど、これあと、こうか。近づけばよかったのか、もっとこう。ギリギリまで。あれ？さっき行けたのになんか全然行かない。あれ？なんでだ？あ、いけた！ジャンプか！これだけど、あとこうや、こうじゃねえの？こうしてこうじゃねえの？これ、多分。相変わらず全然わかんなかったな、これ。これでいけそう。よし、いけた。いけた、よし！イェーイ、右いけたー！絶対合ってると思うけどな、こっちで。こうする。違うかな。こっちか？違うな、こうじゃねえな。よし。
で、こうで、よし、いけるか。お、いけそう。やった。とにかく付け方が分からなくて困ったんだよなと思う。やったー、イエーイ。お、回復ありがとう。けど魔力はくれないのかよ。もう魔力が今一番欲しかったんだけどな、本当は。しょうがねえな。最悪これ持っとこう。どうせ突き込むのこいつでしょ、おそらく。うわあ、びっくりした、もう。もう邪魔だから、もう全部これ今年からこれでいこう。ああ、なに、いらんいらん。お、あ、すごい。魔法魔法、新魔法新魔法。できるのかな。あー、でけえのいるー。はいはい、そうです。ウィルだ。ほほう、神ですか。やっぱりかー。おお、あれ、何これだ、やっぱり。あーおー、えん、ここじゃねえの、違うのかな。意外に弱いかも。あ、近づいてきた。わー、ごめん、弱いなって言ってごめんなさい。うおー、けど攻撃できるのかこれ。無理かな。無理だ。これだったの、聞くのは。え、これどうしたらいいのこれ。ちょっと避け続けたってこと。バカじゃないの。わお、待って待って、もうこれしかねえんだよ、回復できるやつ。やめて、もう無理ー。食い出せ、くそ。もういいだろ、そろそろ。もう無理っすよ。死んで、そろそろ死んで、そそ諦めて、そそ諦めて、そそ諦めてって。あっつあっつあっつ、ええー、頼むって、頼ますって、もうそそろ。頭冷やしてマジで。おお、これよくやんねえか、それ無理だから。もう無理ですから。
やめて。くそくらんねー。やった。頭冷やしてー。あーつら。なんとか倒しましたー。もうとっととちょうだいよ、印をよ。人が強くなったかわかんないですけど、ありがとう。ありがとうございます。おお、紋章、イエーイ、6つ目、嬉しい。ありがとうございます。なんて便利な人。はい、やったぜ。あー、ロインね、あの神父か。え？嘘、マジで？はい、起きますよ。では、そんなことがあるなんて。はい、ということで今回はここまでになります。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。いやー、頑張ってなんとかね、火の洞窟クリアして6つ目の猛者手に入ったわけなんですけども、また風急を告げる知らせが来まして大変です。次回お楽しみに。またね、プレイステーション1ソフトに関しましても様々なタイトルをプレイしながら思い出を語ったり率直な感想を述べたりしますので、よろしければコメント等いただけますと嬉しいです。コメントがね、苦手だったらグッドボタン、高評価を押していただけますと活動の励みになりますので、チャンネル登録なんかも合わせてよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。お疲れ様でした。ありがとうございました。このチャンネルではコメントや高評価、チャンネル登録など首を長くしてお待ち申し上げております。